立憲民主党、大串博士、暴言連発で大炎上。本日、立憲民主党の大串博士さんが国会にて暴言を連発いたしました。まずはこちらなんですが、国民の皆さんはこの人なんかおかしいこと言ってんじゃないかなと思ってるから、こういう標語になるんです。ね。こちら、安倍氏に対して、なんかおかしいことやってると思ってると暴言を吐いていたんですが、 そもそもですね、本当に日本国民が安倍政権に対して安倍首相に対して不信感を抱いているのであれば選挙で勝てないでしょう。大口さん、安倍首相に対して他の大臣に対してもこういった暴言ばかりを吐いておりますが、大口さん自身にとってはストレス解消になるのかもしれませんけども、国民はそんなことは求めておりませんので、 しっかりと議論をして、仕事をしてください。また、大口さんは他にも、選挙で5回勝ってりゃ、どんな統計してもいいちゅうことなんですかと発言し、これに対して安倍首相が、何でも決めつけておられて、選挙に勝てば統計を曲げていいなんて一言も言っていないと反論いたしました。また、大口さんが、不都合な数字が背景にあったのではないかと。 統計不正に関して発言され、それに対し安倍首相が、実感は実質なのか、共産党は民主党政権時に実質賃金が上がったとか、それはデフレだからだ。デフレ自慢でしかないと反論をされております。本当にですね、国民が何を求めているのか、 大串さんには、立憲民主党には、しっかりと理解していただき、これ以上、ご自身のストレス発散をですね、国会でわざわざ税金を使って行わないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。